東高知は中華民国の時代に有名な中国の教育者で改革者、詩人である安記賞九県に生まれた。自は治行だが、後1930年代に入ってからは、自ら改めて高知と名乗った。彼は、教会系の中等教育、高等教育を受けた後、コロンビア大学のティーチャーズカレッジで学び、1916年進歩主義を擁護するために、 中国に戻った。リベラルな教育者としての彼の中国での業績は、ジョン・デューイのアリュとして片付けられるようなものでなく、創造的で適応力に富んでいたとの表もある。彼はもともと教会系の教育を受けながらも、陽明学の哲学者、王陽明の治療法一に傾倒し、知ることにより行動もよりたやすくなるとのことを受け、自ら治療と名乗っていた。 後1930年、今日は、地の始めであると題する文を書いて、地より行え、地行行為ではなく、今日こそが、地の始めであって、地の完成である、と説いた。彼は劉位に学んだ徹底した、経験主義で、王陽明哲学を一歩突き抜けたと自認したのである。1932年頃には、従来の当地行はやめて、当高地と署名するようになった。 1919年に、上海で、ジョン・デューイと、東高地。左から前列、デューイの妻アリスとデューイの知らん会。左から後列、古敵、小友メリンと、超おさむ中1917年、イリノイ大学とコロンビア大学での留学から帰国し、南京高等師範学校に迎えられ、教授兼教務主任を務める。1921年に、南京高等師範が、 国立東南大学に改祖されると、その教育学科主任となった。1923年に大学教授の職を辞して、以降、平民教育運動に従事する。以後、農民教育、農民の意識改革、生活解放のための農村の市販学校の研究、計画に従事する。1927年から1930年まで、南京の郊外で、 赤月総主犯学校がその最初の授業である。もともとは普通の中国人だったが学生生活を10年するうちに次第に外国人で貴族的な傾向が強くなってしまったと彼は災害の妹に宛てた手紙で書いている。近代中国と対外国的な中国の首都であり中心である上海は党にとって今では下品で忙しすぎて ゴミゴミしているものになっていた。すると、突然、黄河が氾濫したかのように、仏教の言葉で言う悟りが明けたかのように、自分が中国人らしさをなくしていることに気づいた。彼は伝統的な文人の衣装を身につけるようになり、大衆教育に目を向けるようになった。その後、彼は自分の名前をよりよく知られている形式である、人事、つまり、高知に逆にしました。 これは、アクション、実践が知識を生み出すことを直接意味している。彼は、彼らが、本物の知識ではない外国の経験を中古で描いたとして、偽のインテリ、彼の表現では、洋発鼓を非難した。中国には、偽知識階級がある。これを構成する要素は二つあって、一つには老八鼓であり、もう一つは洋発鼓である。三十年来の科学の発明。 想像はどこにあるのだろう科学客はいないことはないが、真の科学者はどこにいるのだろう青年学士諸君。書物の上の科学は、白来の八個分である。行動で大いに論じている、科学客は、盲導官の孫塾先生の兄弟分に過ぎない。彼らに騙されてはならない。偽知識階級1927年左から1924年9月に、 甲州で、女馬主啓の曹操、古敵、王朝名、東高地、馬くん、武士、有栖竜医、新医師。1921年12月、蔡元場、等、その他の教育関係者が、全国教育振興協会を設立し、事務総長に選出された。社会を通じて、教育者たちは中国における、近代教育システムの形成を促進した。 1923年8月、党とおそび発は,は、全国大衆教育運動協会を組織した。1920年代の式辞キャンペーンの最盛期に、案は、MEM が500万人の学生に10万人以上のボランティア教師を教えたと推定される。党は、その後、地方の教師教育の全国有数の推進者になっていく。1927年3月、党は、 南京郊外に赤総市販学校を設立し、教師と教育者を養成した。その後、党は中国の農村部に設立した農村部の学校に派遣された。この教師の大学は、生徒が学校で学んだことを家族に教えることを、奨励する小先生や、組織化された教育ネットワークの一人数とが教える技術など、多くの革新的な技術を生み出した。 学校は政治的な理由で国民政府によって1930年に閉鎖された。暗記省9件の東高地の生誕の地にある記念日赤月を追われた塔は一旦上海の疎開に逃れやがて日本に亡命した。1930年45月頃から年末まで短期間日本にいた。日本での行動については資料がない。生活綴り方。 教育、池袋児童の村小学校に関心を寄せていたようで、1934年4月、党の弟子を名乗るよう正しそう他数人の中国人が児童の村小学校を訪問している。1932年10月、上海工学団解説と前後して、党は生活教育者を結成、帰還し、生活教育を創刊した。これは、半月間であった。 投稿地は、留意理論との格闘を続け、学校の社会化、教育の社会化をひっくり返して、社会の学校化、生活の教育化のスローガンを提起する一方、洋発酵、すなわち薄来教育と、封建主義、反共政策の癒着した小解析の読書休暇クロントに反対しつつ、一貫して、実生活から学べと主張し続ける。1936年6月10日、 上海から香港に移り、この植民地での活動を続けた後、7月香港を出発、家京への講演の旅に出た。彼はシンガポール、インドを回って、同年8月ロンドンで世界新教育会議に参加。その後、イギリス各地を訪問。1937年にはアメリカ、メキシコを訪問。7月7日、 ロコ橋事件が勃発した時はニューヨークにいた。1938年2月、サンドロンドンに飛び、ハンファシズム世界大会に参加する。1938年8月、香港に戻る。10月に武漢に入る。およそ2年で28カ国を歴訪した。1930年代に、党は児童文学を書き、生活教育協会を設立し、 通信教育自然学園の仕事と進歩を、市場での執筆活動を続けながら、三階工学団の開設を準備した。これは、校舎のない学校、教師の自由に得られる学校で、教育の切断し得ない学校であった。学校に行くだけの時間と費用のない人たちのための民衆の総合学習の組織であったが、路甲橋事件の戦火が上海に飛び火し、三階工学団は怪人に返した。 1937年に日本との戦争が勃発した時、彼は米国にいたが中国に戻り、そこで全国旧国会代表の一人に指名された。1939年に彼は観光、重慶で臨時保育院という戦災孤児収容所を訪問した。彼は肉親を失った子どもたちの中にいる個性的な才能ある子のため、人材の幼い苗を育て、 特殊な才能を枯れしぼませないようにするため、適当な日光、空気、水分を与えて、害虫を駆除してやるという趣旨で、ナルカ学校を作る計画を立てた。1939年1月には、国民党真術委員会の同意を得て、社会事業家、超中人を中心に理事会が成立。米国演歌会からの資金援助で、開校の運びになった。重慶の郊外、 火燈校の対岸、総外市という小さな田舎町に1939年7月、小中学生140名、教師と勤務員に合わせて70名のナルカ学校が誕生した。赤層、3階と違い。授業の計画性を重視し、元在籍教の個性主義と集団主義を目指し、音楽、美術、演劇、文学及び自然、社会の各クラスを持つ、 特集科と普通科でカリキュラムが編成された。生徒は重慶市内に会場を設けて市民向けに合唱、演劇、舞踊の講演を行ったりもした。学校の生徒の一人は州恩来の養子であり中国の将来の首相である理法だった。党は成果学校とは別に重慶市内に暁月総研究所の表札をかけた一室を持っていた。社会科学、 自然科学にわたる研究機関の設置を考えていたが、重慶政権の許可が下りず、実際は小規模な研究室程度で、校長、理事が学校運営について協議する連絡場所であった。1945年8月10日、党はここで日本の幸福のニュースを聞いた。ここで毎週土曜、夜間に社会人のための民主講座が開かれ、 その中から社会人のための社会大学の開設を望む機運が盛り上がってきた。校長に、東高地、理工白木を副校長に、理事には、赤月総支犯以来、党を援助してきた、兵玉省経済学者、馬虎発も加わり、1946年1月15日、社会大学は開校した。1946年、鳴るか学校が、 警察から嫌がらせを受けた後、彼は、上海に戻った。右翼のナショナリストに暗殺された李白木、理工しら危機一たら、他の知識人と同じ運命をたどることを恐れて、彼は、必死に、三回工学団の再建、ナルカ学校の移転、社会大学の上海での再組織などと活発に、働き、7月24日から25日にかけ、思考10万寿を整理し、 わずかに睡眠をとる。脳一血で倒れ、12時30分絶命した。55歳であった、当高知球史の本が届き、週本来は急いで彼の家に行き、彼を人トハボルシェビキと呼んだ。当の評判は次の数年間は高かったが、1950年代の初めに彼はブルジョアのリベラルとして攻撃を受けた。最後に彼が整理していた死と文は、 各松弱の編集により1947年、高知市科集として刊行された。党が1927年に設立し、1930年4月に国民党政府の解散命令により平行に追いやられ、党は逮捕状で追われる身になった。背景には、党高知と兵玉省が親密な関係にあり、藩省解析の軍閥の挙党、兵玉省が河南省政府主席で、 赤月層の経営を援助していたという事情があった。赤月層師範の教育は、労働の尊重を主軸とし、文化、科学の系統学習よりは、実生活に学べということに徹底していた。しっかりとしたカリキュラムを組むことをせず、学生の主体的実践を強調したので、教室での講義、教師の指導性への配慮が足りず、経験主義の奔放な実験となった。 中華人民共和国の設立後、党の学生の一人であり、同窓生であった王広氏によって1951年に再開された。2000年に、この大学は南京赤月総学院になった。ありがとうございます。